水野忠邦、水野忠邦は、江戸時代後期の大名、老中。非前唐津藩主、後遠州浜松藩主。完成六年、1794年6月23日、唐津藩第三代藩主、水野忠光の次男として生まれる。長兄の吉丸が創生したため、文化2年、1805年に唐津藩の生死となり、2年後の同四年、1807年、 二、第十一代将軍、徳川家成と、聖子家吉に、おまみする。そして呪五位した、四季武将に、ちょ任官した。文化九年、千八百十二年に、父、忠光が隠居したため、家督を相続する。忠国は、幕閣として昇進することを強く望み、多額の費用を使っての領寒運動、俗に言う賄賂の結果、文化十三年、 1816年に総者版となる。忠国は総者版以上の昇格を望んだが、唐津藩が長崎警備の任務を負うことから昇格に障害が生じると知るや、家臣の還元を押し切って、翌文化14年、1817年9月、実風25万3千国の唐津から実風15万3千国の浜松藩への転保を自ら願い出て実現させた。 この国替え天末の時、水抜け家,家老、二本松吉門が田国に監視をして果てている。また、唐津藩から一部天領に召し上げられた地域があり、地元民には、国替えの工作のための賄賂として使われたのではないかという疑念と、天領の年貢の取り立てが厳しかったことから、後年まで恨まれている。この国替えにより、忠国の名は幕閣に広く知れ渡り、これにより同年に、 自社奉行兼人となる。幕府の重心となったことで、むしろ他者から、領寒運動の資金、賄賂を受け取る立場となり、家臣たちの不満もある程度和らげることができた。その後、将軍、家成のもとで頭角を表し、文政八年、1825年に、大阪城代となり、十四下に上るくらいする。文政九年、1826年に、 京都諸子大となって、自重、越前守に少女し、十一年に、西の丸老中となって、将軍制し、徳川家康の補佐役を務めた。天保五年、1834年に、水野忠明が病没したため、代わって、本丸老中に任せられ、同八年、1837年に、勝手御用がかりを兼ねて、同年、千年、1839年に、 老中主座となった。忠だ国は、異国船が日本近海に相次いで出没して、日本の海防を脅かす一方、年貢米収入が激減し、一方で、大御所政治の中、豊満な財政に打つ手を見出せない幕府に強い、危機感を抱いていたとされる。しかし、家なり財政中は、水野忠厚、林忠秀、見延べ持なる、三人を総称して、 天保の三年人というをはじめ、家なり側近が権力を握っており、ただには改革を開始できなかった。天保八年、1837年4月に、家吉が第十二代将軍に就任し、ついで1841年、天保十二年ウール月に、大御所、家なりの皇居を経て、家なり旧側近を罷免し、遠山影元、矢部貞則、岡本正茂、 鳥居大蔵、渋川隆史樹、後藤三江門を登用して、天保の改革に着手した。天保の改革では、教法、完成の政治に復帰するように努力せよとの覚書を申し渡し、法令うかとこれるほど多くの法令を定めた。農村から多数農民が調産して、江戸に流入している状況に鑑み、農村復興のため、人がいし令を発し、 市間した大御所時代の風を強制すべく射資金し、風俗粛清を命じ、また、物価登記は株仲間に原因ありとして株仲間の解散を命じる低物価政策を実施したが、その一方で低質な貨幣を乱造して、幕府財政の欠損を補う政策を取ったため、物価引下げとは相反する結果をもたらした。福神の遠山は庶民を苦しめる政策に反対し、 これを緩和したことにより、庶民の人気を得、後に、炎山の金山として語り継がれた。また、天保14年、1843年9月に、上地令を断行しようとして大名、旗本の反対に会うなどした上、福神の鳥居が上地令反対派の老中、ドイリーに寝返って、秘密文書を渡すなどしたため、うるう9月13日に老中を罷免されて、失脚した。 改革はあまりに過激で庶民の恨みを買ったとされ、寺院にあった木魚を乱打しながら、水野は叩くに、叩くにもって来いの木魚だと謳われたという。失脚した際には暴徒化した江戸市民に屋敷を襲撃されている。高下元年、1844年5月、江戸城本丸が火災により消失した。老住主座、ドイリーは、その再建費用としての初代名からの献金を、 十分には集められなかったことから将軍、家吉の布教を買い、6月21日に家吉は、外国問題の紛糾などを理由に、多だ国を老中取材に再任した。しかし、赤日の面影はなく、重要な任務を与えられるわけでもなかったため、雇用部屋でもぼんやりとしている日々が多かったとされ、目付のくすみ優春の記録では、木偶人ご同様、デクノボウのようであるとされていた。 同年7月からは、頭痛、下痢、腰痛、発熱などの病気を理由として、たびたび欠勤した後、12月からは、尺を理由として、長期欠勤し、老中を辞職する効果2年、1845年2月まで、勤めを休んだ。その一方で、天保改革時代に自分を裏切った、土屋とリーラに報復をしたりしている。土イは自ら老中を辞任。 鳥居は、すべての役職を罷免された。しかし老中、安倍正広をはじめ、ドイラは、忠国の再任に強行に反対し、忠国に対しても天保改革時代の鳥居や坊塔、三江門らの疑国の権威が発覚し、高下二年、八百四十五年九月、家造のうち一万国、本寺のうち一万国、合計二万国を没収されて五万国となり、家徳は、長男、 水野忠清に継ぐことを許された上で、強制隠居、禁止が命じられた上、間もなく、出羽国山形藩に懲罰的天保を命じられた。10月末、鳥と渋川はお預け、後藤は残首となった。なお、この天保に際して、水野氏は領民にした借金を返さないまま山形へ行こうとしたたに領民が起こり、大規模な一揆を起こした。一揆は新領主の上 井上正春が朝廷して沈めた。開栄四年、1851年2月10日、死去。去年58、万56歳没。死後、5日で謹慎が解かれた。墓所は、茨城県有城市の九番章寺跡。日付は旧歴、文政元年及び、文政12年当時の田国の主要家臣は、下の通りである。なお、下記の参考文献は、 変年江戸部官、文政部官1、変年江戸部官、文政部官3、両方とも、石井良介監修。柏処房。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。